日本の次期戦闘機開発が、イギリスとイタリアと急ピッチで開発が進む中、防衛装備移転三原則の見直しが図られているとの情報をキャッチしました。今回は、次期戦闘機開発と防衛装備移転三原則の内容変更で、輸出可能にを詳しく見ていきます。韓国に遅れをとっているからね。軍事関連企業も数が出た方が利益につながるよな。2023年6月末日、現在の日本において連立内閣を構成する自民党及び公明党の一部国会議員で構成されている現行の防衛装備移転三原則の運用指針の見直しを検討している部会は、その会合を開催した。今回の部会で示された内容は、2023年7月5日までに、これまでに同会が積み重ねてきた防衛装備移転三原則の運用指針の見直しに関して、その内容を集約し、自民党及び公明党の各政調会長に向けて、中間報告書としての提出を行うというものだった。この自民党及び公明党の各政調会長に向けて、中間報告書の中身としては、現行の防衛装備移転三原則に基づく、その移転目的として、国際法に違反した非侵略国への支援を明文化することを提起しているという。また、今後、日本が、他国と共同開発を行う防衛装備品に関しても、日本が第三国への移転容認を行うことを前提に、その実現に向けた議論をすべきだとする意見が大勢を占めていることを盛り込む形で進めるとめされている。こうした現行の防衛装備移転三原則に基づき、その移転目的に国際法に違反した非侵略国への支援を明文化するという内容は、2022年2月に開始されたロシアによるウクライナ侵攻を直接想定していると、文言の上からも感じられる。そうしたウクライナに対する直接の防衛装備品の支援を、日本が直接的に行うことを可能にしようという論旨は、今、まさに多くの NATO 加盟国が、ウクライナへの武器支援を実施することで、ロシアの撃退を後押ししているという事実にも符合し、日本国民の理解を得やすい側面は否めない。そのため、現行の防衛装備移転三原則の運用指針の見直しを検討している自公両党の部会は、この非侵略国への支援と合わせて、日本がイギリスとイタリアとの3カ国で進めている GCAP、グローバルコンバットエアプログラムについても、問題が生じないように対策を講じる構えのようだ。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムは、2022年12月に正式に公表された次期戦闘機を含む新たな航空戦力の開発を目指す計画だが、完成後の機体については、第三国への輸出も視野に入れることが想定されている。その中で、イギリスやイタリアは、ヨーロッパを中心とした第三国への輸出を企図し、日本の場合は、アジア市場で、同様の行為を行うことが期待されているが、現行の防衛装備移転三原則の運用指針のままでは、それは困難との見方がされている。GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを、日本とイギリスとイタリアの3カ国が推進することも決断した最大の理由は、今や、一部のアメリカやロシア、中国等の軍事大国を除けば、もはや一国で膨大な開発費を必要とする戦闘機システムの開発が困難だという点が大きい。そのため、イギリスやイタリアは、この GCAP、グローバルコンバットエアプログラムを通じて開発された戦闘機システムを、第三国に輸出することによって、開発に要するコストの回収を図り、一機あたりの製造コストの低減を念頭に置いている。2023
日本もまた、これまでには、ほとんど、太平洋戦争後には、アメリカ以外の国との兵器の共同開発を行った経験もないに等しく、かつ、政治的にも、かつての武器輸出三原則、それを引き継いだ現行の防衛装備移転三原則の指針の前に、第三国への武器輸出は、事実上閉ざされていた。個人的には、仮に、こうしたかつての武器輸出三原則、それを引き継いだ現行の防衛装備移転三原則の指針という足かせがなくとも、太平洋戦争後に、ほとんど実戦を経験していない日本の兵器を好んで調達したいなどと考えうる、奇特な国は思い浮かばない。故、安倍首相が、かつて、それまでにあった武器輸出三原則を、2014年に、現行の防衛装備移転三原則へと変更した際にも、一部の日本人の中からは、日本の兵器輸出がこれで加速すると、期待した向きも多かったが、現実は甘くはなかった。その時、防衛装備移転三原則へと変更した際には、これで、そう、竜型潜水艦や、P-1 哨戒機、US-2 救難飛行艇等の防衛装備品が、ついに海外へと輸出される可能性が高まったと、一部で騒がれたが、いずれも実績を上げることは、できなかった。これは、それら、そう、竜型潜水艦や、P-1 哨戒機、US-2 救難飛行艇等の防衛装備品が、他国の同様の兵器に比べて、性能面で、著しく劣るというよりは、近年の武器輸出は、相手国への技術移転も含め、トータルなサポートが求められる点が大きい点が一因ではないだろうか。日本の自衛隊以外に、それらの防衛装備品を調達している国は、実質的になく、技術的な移転も、政治的に困難なことを考慮すれば、仮にそれらを調達したとしても、長年にわたる維持やメンテナンス、そして、アップデートに、不安を感じない国など皆無であろう。そうした防衛装備品に比して、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機システムは、イギリスやイタリアは、当然のように、第三国への輸出を前提としており、日本とは、その点で、大いなる相違がある。イギリスやイタリアからしてみれば、日本の現行の防衛装備移転三原則の運用指針の存在によって、自らの第三国への輸出の可能性を放棄することなど容認できず、日本が、それを輸出するか否かに関わらず、懸念点をなくしたいのが、本音であろう。さて、未だ、自民党と公明党とは、連立政権を組んで、日本の政権を担ってはいるものの、この現行の防衛装備移転三原則の運用指針の見直しを、政治的な見地から見た場合には、必ずしも、一致した見解を示しているとは言えないのが、実情だろう。自民党の防衛装備移転三原則の運用指針の見直しを検討している部会では、現在の方針として可能と定められている救難、輸送、警戒、監視、掃海という5つの類型について、その明示を完全に撤廃することを施行している。引き換え自民党と連立政権を組む公明党の同部会では、逆に、この救難、輸送、警戒、監視、掃海という、現在の防衛装備移転三原則の持つ、運用指針の5つの類型に、さらに地雷除去、教育訓練といった項目を加味する姿勢を見せている。こうした自民党と公明党の防衛装備移転三原則の運用指針の見直しを検討している部会が、その対象とする内容について、大枠では、非侵略国への支援を認め、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムをめぐる、イギリスとイタリアの要求を踏まえるという、合意も霞んで見えてくる。これまで述べてきたような一枚岩とは、とても言えないような齟齬を抱えつつ、政権与党たる自民党と公明党の防衛装備移転三原則の運用指針の見直しを検討している部会は、
2023年秋を目途に、その協議の着地点を定めるとされている。政治的な側面からすると、自公連立政権は、1999年から始まり、一旦2009年まで続き、3年間共に下野した後に、再び2012年から、政権の奪取に成功、以降この2023年まで継続されており、事実上、ここ20数年間の標準的な体制と化している。素人目からすれば、2021年10月に行われた第49回衆議院議員総選挙の結果、前回の2017年の第48回衆議院議員総選挙よりも、議席を減らしたとはいえ、総議席数465のうち、自民党は、単独で、過半数の261議席を獲得している。ここから鑑みるに、自民党が、対公明党と、連立内閣を組む意義が、どこにあるのかは、非常に疑問を感じる上、総じて、野党も、分散気味な政局が続いている状態からは、いかなる政治的な意図が介在しているのか、正直よくわからない。